メキシコがラウンドデビューなんですか。そうです。やだ、ピーク見えちゃった。うわ、あぶんちだ。やめたよ。谷さん、はい、これは大変ですな。そうですね、景色はいいですけど。プロ何番で打つんだろうね。ユーティリティとかかな。とかじゃないですか。ウッドではないよね。ウッドではなさそうですね。ユーティリティか、まあ、アイアンは無理でしょう。いる？アイアン88アイアン。ユーティリティっぽいですけどね。180ちょいあります。見たんですけど。これはでも奥につけてもいいと思うクラブの方が間違いなくいいですよ、ね。多分風が多分上げてたら速いですか？左半分はこぼれやすいです。ダメでも右狙った方がいい。バンカーありますけどね。そうですよね。バンカーが得意であれば右バンカー入ってもいいけど、183のマイナスな風が読めない。180とけばいいかな。じゃあ180はいると思います。90じゃでかい。90、あの右あったらなんとかいけるかな。うん、いけそう。90でもいいかもしれないなって思ってるんですけど、景色がね、景色だけにね、はい、景色に負けてるときは大きいクラブを持ちましょう。ピンは見ない、真ん中は見る。あー、ラップしない見ました。チャンス。そっから下って、あ、頑張れ。ナイス。でかい。このパーはでかいぞ。ティーショットの落としどころかなり。そうですね、ま、女子プロだったら超えていきますよね。あ、そうですね、あのグラスバンカーの前行く方、そうですよ、ね、いらっしゃいますね。狙って打つけど、はい、私ぐらいの飛距離だと、はい、あの右も左も入るんで。そうですね、やっぱ右の裾ギリギリでフェアウェイ残し、はい、が一番ピンポイントですけど、はい、頑張って。いいとこにバンカーがありますね。ヘッドアップしないよ。右バンカー止まって、はい、オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。あ、やだ、クリーク見えちゃった。クリークあるんだね、右にあります。はー、急に右向くの嫌になる。うまい。もうちょっと左にキックキックキック。今はしょうがないっす。まっすぐ行っちゃった。
時は力を抜きましょう。力を抜いて肩を落として、入りました。あー、やっちゃった。あー、直接打っちゃった。あー、おかしいね。止まって止まって、やばい。あ、ブーンっつった。やめて。ナイスナイス、切れたね。そうなんそうなん、切れた切れた。ギリギリか、ほんと内か微妙なとこなんですよ。LPGA ステップアップツアー ECC レディースゴルフトーナメントが7月5日から開催されます。私、さゆさこころも本戦取材に行っちゃいます。詳細や当日券は概要欄のリンクにあるので、そちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。現地に来られない方もトーナメントの模様がなんと生放送されちゃいます。なんでぜひ ECC の YouTube チャンネルでご覧ください。みんなで一緒にトーナメントを盛り上げましょう。バイバイ。